なたは何者？なぜこの世界にいるの？どのくらいの人がこの問いに自信を持って答えられるのだろう。ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。この不思議な世界で帰り道をなくした迷子の私は、いくつもの特別と出会うことになる。長い長い夏休みの始まりだ。心、どうしたの？青ちゃんが座ってるのが見えたから、何かお話ししようと思ったのです。そういえばちょっと聞きたいんだけどさ、この世界にいるのって本当に私たちだけ？どういうこと？昨日見たことない子に会ったんだ。ツインテールの女の子。あ、ゆうこちゃんのことかな。ゆうこちゃん？幽霊みたいに突然現れるでしょ。だから幽霊みたいな子でゆうこちゃん。知ってるの？一応。でも私たちもよく知らないんだ。話しかけても返事してくれないし、すぐに消えちゃって話しかけられないの。同じだ。気がついたらいなくなってた。もしかして本当に幽霊？どうだろう。何かされたってことはないから悪い子ではないと思う。ごめんね、先に話しておけばよかった。うん、大丈夫。ねえ、今日も行くんだよね、向こうの世界に。うん、きっとあそこに何か手がかりがあると思うから。
どうかしたの？ないの。ない？何がないの？食材がないの。はあ。はあじゃないよ。もしかして青こっそり食べた？え？いやそんなことしてないけど。わかる？この娯楽の少ない世界において食が豊かでないことがどれだけ重大なことか。クオリティオブライフの話をしてるの。いつも料理作ってくれてありがとう、ユウキ。いいよ。じゃなくて大事件だよこれは。とは言ってもな、心もレナさんもそんなことをしないだろうし。でも他に人なんていないんだから犯人はこの中にいるの。まあまあ、何か必要なら集めてくるよ。そこまで言うならお願いするけど。確かに残してたはずなのにな。邪魔するなら容赦しないよ。よし、私の番。これが効くはず。
どっからでもかかってきなさい。いつでも行ける。いつでも撃てるよ。えい。よし、私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。力がまた一歩。より高く、より強く。華麗に倒してあげる。
何これ。どっからでもかかってきなさい。どうしようかな。やっ、楽勝だったのです邪魔するなら容赦しないよ。想定、よし。やってやる。ほら、頑張って。さあ、どう動こう。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。力が、これが私の本当の力。絶好調ね、最高の気分。大したことは書かれてないよ。何か気になることでもあった？
やるね。うん。それもう。向こうの世界が出てきた時も二人でこうして話してたんだっけ。うん、そうだったね。この場所、私のお気に入りなのです。なんだか秘密基地みたいだから。心は秘密基地が好きなの？好きなの？なんで？あれ？なんでかな？秘密基地、秘密基地。しい気がするから。何？あれ見て、あそこに。なんか出てきた。世界じゃ普通なの？こんなの初めて。なんなの一体。教えてくれるわけじゃないのか。
危ない場所か。行ってみようよ、向こうの世界に。え？でもリフナビが危ないって。でもあそこに手がかりがあるかもしれないのです。アオちゃんが元の世界に戻るための。これがリフナビとの出会いだった。急にあんなのが現れてびっくりしたよ。結局何が原因で出てきたんだろう。あ、ねえ、もしかしたらリフナビが何か知ってるかも。リフナビが？うん、ちょっと聞いてみようよ。食べた。みんな大変。あ、どうしたの？そんなに濡れて。とにかく来てほしいのです。何これ、雨漏り？屋上の床を見てみたらひびが入ってて、そこから水が染みてきてるみたい。まあでも2階はあまり使ってないし、放置でいいんじゃない？雨が止んだらそのうち乾くだろうしね。なんだろう。の話聞かれてる？一体どこから？さあ。でも修理するって言ってもどうやって？今日はもう遅いからさ、明日また考えようよ。それで向こうの世界に行ってみよう。何か役に立つものがあるかも。そうだね。明日になったら雨止んでるかな。どうだった？まだ雨漏りは続いてるみたい。やっぱりちゃんと直さないと危なそうだね。昨日話した通り、向こうの世界に行ってみようか。うん、直せるものを探さないとね。それじゃ、金城さんはいつも通りお留守番をお願い。え？私もついてく。危険だよ、金城さん戦う力がないんだから。なんで私は戦えないんだろう。そう、勇気は私たちと違って指輪の力が使えない。そもそも指輪の力について知ったのは私たちが初めて、
向こうの世界に行った時だった。何者かになりたい。そうして私たちは指輪の力を知ったんだ。やっぱりやだ、私も行く、寂しいもん。そんなこと言ったって。まあ私たちがちゃんと守れば大丈夫かな。やったー、青優しい。でも危なくなったら逃げるんだよ。了解了解。
こ。感じ。ボン。戦闘開始だね。いつでも行ける。攻め時ね。そこ。ま、こんなもんでしょう。華麗に倒してあげる。さあ、どう動こう。はい、見せてあげる。どうしようかな。楽勝だったのです。スマッと、バンバン行くよ。よし、私の番。はい。どうしようかな。そこ。や。こんなもんでしょう。取っておこう。何これ。Hey!
何これ。この辺りはいろいろ調べたから、ということはこの先に行くしかないのか。でも前強そうなモンスト、変身？どういうこと？わからない。いずれにせよあれから、うん、行ってみよっか。それじゃあ行こう。出た！近所さん隠れて！行くよみんな！今の私たちなら。邪魔するなら容赦しないよ！いつでも撃てるよ！私の番。この様子ならもっと先に進んでも大丈夫そうね。いいないいな、私も変身したかった。なんだろうこれ、触っても平気なのかな。どれどれ。わっ、記憶だったりするのかな。まさかそんなわけないでしょう。
ズバッと。みんな準備はいい？さあどう動こう。ほっ、えいはっ。よし私の番。あまり無理しないでよ。きついかも。吐き飛んで見せてあげる。ほら頑張って。打ち抜く。はっ。まこんなもんでしょう。力が湧き上がってくる。また一歩。絶好調ね。最高の気分。華麗に倒してあげる。よし私の番。はい、うん、楽勝だったのです。するなら容赦しないよ。いつでも行ける。はっ。どうしようかな。えい、行ってやる。ほら頑張って。さあどう動こう。さあどう動こう。くらえ。どうしようかな。当たって。ここはっ。はっ。見せてあげる。はっ。まこんなもんでしょう。どっからでもかかってきなさい。さあどう動こう。はっ。されちゃった。言ってやる。そこ。いつでもいける。よし。私の番。はい。はっ。まこんなもんでしょう。
しょっと。これよいしょっと、はあ、今までのモンスターと比べて強そう。
よか。何これ、ゴミ箱の中は、いや違う、粘土だ。でもひびを埋めるのに使えるかも。持って帰ろう。それじゃあ帰りましょう。道具が揃ったんじゃない？そうだね、作業室で使えるように加工しよう。
何を作ろう。これ作ろう。どれを使う。これをどれにし始めましょう。何を作ろう。これにしよう。何を作ろう。これ作ろう。どの材料を使う。君にどの材料を使う。一丁やりますか。できた。どれにしようかな。これ作ろう。どれにしよっかな。これどの材料を使う。一丁やりますか。できた。どれにしようかな。これにしよう。どの材料。君どれにこれをどれにし一丁やりますか。できた。できた。これで雨漏りを直せるはず。よし、それじゃあ早速試してみよう。これで大丈夫なはず。屋上でゆうきちゃんたちが水を流してくれるんだよ。そう、それで私たちは漏れてないかを確認する。なんだかドタバタした一日だったね。うん、危険な目にもあった。そうだね、あれは怖かった。でもどこか楽しいと思う私もいたのです。あおちゃんが来てから日記の内容が増えたって言ったと思う。あれからあおちゃんが来るまでの日記を見返してみてね。気づいたんだ、それまで似たような日々を繰り返してたんだなって。だからこうしてみんなで一緒に何かするのが楽しい。心、あ、水は漏れてない。あ、大丈夫みたい。やったー、大ゆうきちゃんたちにも伝えないと。はあ、これにて一件落着だね。無事に終わってよかった。危ない場面もいろいろあったけど。やっぱり奥まで行くのはやめとこ。向こうの世界は危険すぎる。でもさ、青が元の世界に帰るための手がかりあるとしたらあそこぐらいしかないよ。帰るの諦めちゃうの。それは帰れるなら帰りたい。でも
さすがにみんなを危険に巻き込むわけにはいかないよ。大丈夫、きっとなんとかなるって。いつの間にか来たんだから、同じようにして帰れるかもしれないし。私は奥まで調べるべきだと思うのです。ココロ？そうね、ちゃんと調べた方がいいと思う。レナさんまで？二人とも危険だって分かってる？うん、それでもだよ。それに向こうの世界で流れ込んできた記憶、あれは私のものだと思うんだ。え、本当？うん、あそこに入った時から感じてたんだ。なんだか懐かしいって。だからもっと奥まで調べれば記憶を取り戻せるかもしれない。そうしたら青ちゃんのいた世界のことも何かわかるかも。うん、私が私の記憶を取り戻したいんだ。心、あれがうつぼさんの記憶だというのなら、私の記憶もどこかにあるのかも。それなら調べてみる価値はありそうじゃない？レナさん、それにさ、みんなで何かするのってやっぱり楽しいじゃん。勇気だからね、青ちゃん、私たちと一緒に来てほしいのです。うん、それじゃあ早速明日から冒険だ。今日は早く寝ましょう。きっといろいろ動き回ることになるから。うん、おやすみ。おやすみ。こうして一つの事件を乗り越え、記憶をなくし、帰り道をなくし、まっさらで迷子の私たちはまた新しい何かを求めて歩き始める。それは記憶を探すため。それは帰り道を探すため。そして特別で大切な何かを探すために。